どうも、ゆずたです。それでは、ラストオブアス2やっていきたいと思いまーす。まあ、パート2だね。リアルタイムで言うと2週間ぶり。なので、ちょっとね、操作忘れてそうなんだけど、頑張ってやっていこっかな。止まった。そこら中にいるね。なんで今さら撤退しなくてもらえないんだよ。撤退じゃなくて招集でしょ。ここ確保するのに何ヶ月もかかったのに。なんか計画あるんじゃない？多分ね。右側か。危な。どうしよっかな。さっきの右側絶対片付けてた方が。お前の方が上手いだろ。罠調べるのはお前の仕事だろ。ほら行ってこいよ。シフトの終わりに行くよ。暗闇で爆弾処理は嫌だろ。そうだね。どういうつもりはないけど。バレたね。やばいやばいやばい。逃げろ逃げろ。行くよ。まあ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 、そりゃそりゃそうだよねっていうね。上一人いるな。下一人。見つかった。こっちは異常なしだ。よし。はい、静かにね。あーぶねー。よし。奴らを見たか。誰か奴らを見てないのか。したー。ちょっと作っておこうか。上上がってくるかな。いたね。さすがにそっち行ったらバレるか。はい、黙っといて。
意外と瓶の音は大丈夫だったね。しかもさ、意外としつこいね。ねえ、お危ね。上上がってきたか。誰か奴らを見てないのか。こっちは異常なし。そっちは何もないよ。はい、おお、バレたよーと言ってた。そこいるね。バレちゃった。ラム、行きな。回り込むな。左側からは来た、来たね。ナイス。たかんで、一旦片付い、うん、片付いたね。うん、よしよし。まあまあまあ、いいんじゃない。はい、変わらずの暴れっぷりやけどね。ねえ、こっちじゃない。じゃあそっち行こう。いや、ここは通れないからそっちか。よし、検問所の向こう側に来たよ。どうする？まあこれ進んだらもう先は、先っていうか戻れなさそうだね。よーし、近づいてきた。ディーナがいなかったら無理だったかも。やっとわかった？はいはい。やっば。ちょっと何今の？罠にかかったんだ。何？爆弾の罠。気をつけて歩いて。マジか、罠あんのか。
多分ね、バレてあそこ爆発させた方が楽っぽい気はするんだけど、めっちゃ来るんだろうね。大量に来るのは避けたいしね。カードゲット。水、あー、はいはい、そんなに強くないね。やっぱ、二つ当たったのはきついね。いけ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 。行かないのか。あぶなー。エイムが難しすぎんだよね今回。ほんとむずい。いないね。一旦登って、ここめちゃくちゃ。あ、やっぱちょっとあれなんだね、あのスナイパーっていうか、こう銃口の武器が遅いんだ。うわー、狙うとき結構慎重にいかないとやばいね。ウルフはいなそうだけど、なんとも言えない。降りないとダメそう。降りないとダメか。あっち側だね。エリー、いった、平気だよ、来て。リアって女、見つけた時死んでたらどうする？今はまだ考えたくない。あー、そうだったね。リアを見つけて、とりあえず一回吐かせるって感じか。これなら群れを駆除できそう。それいいかも。でも難民も吹き飛ばしちゃうかも。看板だ、計画する。文字読めなかったら絵を描いておけば。ワイヤーに引っかかっちゃった足の絵と大きな炎の絵。それは敵にもバレるから。あんまり意味がないもんね。はい、ジョエルの友達で街中に罠仕掛けたやつがいる。みんな怪我しなかったの？彼氏は
まさか町に一人っきりで暮らしてたってこと？人間不信だったから。いたね、そういう人いたね。おかげで長生き。でも他人と付き合いを持ったからって生き残れないわけじゃないでしょ。極端すぎる。でもリスクは生じるでしょ。一人でいる方が危険じゃない。ねえ見て。誰なんだろう。あのお方の愛を感じてほしい人。ウルフに関係あるのかな。さあね。なんか不気味だね。ウルフ立ち上げ人かな。まあ女性でもおかしくはないからね。それで、それだったらなんか話しそうな感じするしね。うわ、やば。全部撃たれてる。うまか。なんか調べるんだね。おバッグがある。見て、トミーのだ。感染者にやられたんだね。大丈夫？ごめん、その匂いのせい。行こっか。トミーは歩きのはず。休まなくて平気？うん、平気。行こう。まあね、ジョエルとずっと一緒にいたエリーは逆に慣れてるだろうしね。んで、とっくにアイテムはないかな。なんでこんなに荒れ果ててるの。ボストンは違ったでしょ。ボストンじゃこれほどの内戦は起こらなかったし、ファイアフライもここまではしなかった。あー確かに、どっちかというと抑えるだけって感じだったもんね。でも油断大敵だよ。テレビ局見えた？うん、おー見えた。うわ、また死体だ。銃で撃たれてる。トミーが通ったって証拠だよ。うわー、てかトミーが処理してなかったらこれ相手しないといけなかったわけか。待って。大罠がある。ありがとう。罠だらけ。感染者用でしょう。でも一歩間違えたら。うん、慎重に行こう。やべえな、めっちゃあるじゃん。これ逃げる時も考えないとやばいな。逆に言えば感染者に使えるって言えるからね。ダメ。守りは完璧って感じ。罠だらけだし人は通らなそう。ほんとポジティブ。いや通らなそうなんだけど、通らなそうは通らなそうなんだけどね。あー訓練してる感じか。
なんか貼ってある。レベッカ、きっと今頃あんたは私がバスに乗らなかったことに気づいてるねと。山小屋に行ってこれからどうするか考えるあんたも正気に戻ってここに来てくれるといいんだけど、フランより。これじゃあ山小屋にいたメンバーの手紙ってことか。そこダメ。危なっ。またこれあったよ。後ろあったか。今びっくりした。さすが、それいいかも。ジョエルの真似。ジョエルの真似って言い方。この先行く感じか。街はないだろう。まあないと信じてね。ああ、なに、それにしても心臓悪いな。でこれは匍匐でいけない。テレビ局は？あったね。取れるものは、右か左か。ここ？痛い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 。思ったよりダメージ入るね。あれ、そっちか。いや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 、マジか、マジで痛いわ。あー、びっくりした。離れろってね。細かいこと気にしてらんない。リアが現れるかもね。それか待ち伏せしてるかも。待ち伏せはありえるね。特にそこなさそうだね。あそこ入んなきゃ。ほいっと。今のところ、ね、そうだね、いないね。どうだか、入り口ありそう。入り口あるかな。あっちか行く感じもするけど。ほう。
わざわざ素材が。落ちてるのは嫌だな。それはなんか嫌だな。おお、なんかあったあった。上に登ってみる。あ、上か、やっぱ上か。そうだね、こっちも結局行き止まりだもんね。よし、じゃあ一旦ここで止めようか。ということで、ここでご視聴ありがとうございました。メンバーの方はそのまま、ノーカット版を流したいと思いますのでお待ちください。それではここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃまたねー。